出撃します。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。難易度が高い。ここで空爆を待つ。了解。こちらゾーン1、敵接近。ゾーン2だ、こちらも敵が見える。ゾーン3、敵が来た。ゾーン4、こっちがまだだ。ここが最終防衛線だ。突破されれば市街地は壊滅する。敵がどれほど大軍だろうと食い止めねばならない。我々の後ろには守るべき人々がいるのだから。やっさー、空爆が来るぞ。前に出すぎるなよ。空爆が来るぞ。戦術爆撃機ゾーン2に接近。囚人と同期。空爆が始まる。迂闊に動くなよ。どうなる。戦う理由は地球の原住民は強豪だ。に到達。空爆開始。けど相手じゃないぞ。やった。次は何を倒せばいいんだ。まだまだ戦えます。俺に何かあったら何で言ってくれ。勇敢だったぞ。目の前に敵がいる。頑張れよ。敵は突破未人だぜ。敵を全滅。攻撃成功です。入路を確認しろ。了解。地上部隊、空爆を逃れた敵を破壊しろ。戦闘準備できています。こちらスカウト、ゾーン3に敵が接近中。後ろを確認しろ。おい、死ぬなよ。ゾーン3への空爆を開始。こちらスカウト6、ゾーン1に大部隊が接近。やばいぞ。やってくぞ。ゾーン1への空爆が開始されました。シールドベアラーを空爆で倒すことはできない。地上部隊、
出番だぞ。驚くべきことに、オーリナー側の攻撃は防御スクリーンを通過する。防御スクリーンは通過しようとする物体が自分が発射したものかどうかを検知し、動作を変えているのだ。センサーを伴う大規模で複雑なシステム。サシモのフォーリナーもこの装置を小型にすることはできず、あのような輸送マシンによって運ばねばならないのだ。つまりあのマシンは防御スクリーン発生装置を運搬するだけで精一杯で、武装を積む余裕はないはずだ。地上部隊、シールドベアラーを倒せ。防御スクリーンの内部に突入し攻撃しろ。こちらスカウト、ゾーン5に敵の大部隊、すごい数です。こちらゾーン1、敵は飛行ドローンに攻撃されている。
と空の両方から攻撃されている。持ちこたえるのは無理だ。間違いないです。次の戦い。こちらゾーン4、敵が多すぎる。空軍の支援が必要だ。ゾーン4、なんとか持ちこたえろ。飛行ドローンの攻撃は苛烈。持ちこたえられません。ファイターが飛行ドローンと交戦中。飛行ドローンの数が多すぎる。爆撃機は飛行ドローンから逃れるために作戦エリアを離脱。攻撃機、砲兵も作戦エリアを離れます。クソ、支援がなければ地上部隊が持たないぞ。空軍から通信。制圧攻撃機アルテミスの編隊が作戦エリアに突入するようです。バカだ、飛行ドローンの維持品だぞ。アルテミス、飛行ドローンの攻撃を受けています。半数が撃墜。制圧攻撃機アルテミス、作戦エリアに到達。空爆が始まります。上空にいる。必要なら攻撃要請を行え。宇宙百兵、現在上空を旋回中。地上の戦友、俺がついている。空に仲間がいる。